完全にこのハスターに角が生えてたんですよ。やばくね今回の衣装と思ってたんだけど。ははあ、鳥肌がすごい今。にとってかなり愛着の詰まったキャラになってます。めちゃくちゃいい連携だ。ブラックホールみたいなね、顔をしてます。巣もど真ん中なのに鳥肌が立ってしまってね。さあ、ということで使っていきましょう。皆さんこれびっくりしませんか、これ。事前に情報が解禁されていたハスターの画像。あれですね。あれ見る限りだと完全にこのハスターに角が生えてたんですよ。そう、だからもう結構やばくね今回の衣装と思ってたんだけど、箱を開けてみれば、なんとですね、この背中についていました、この、これ、そう、前から見れば、確かに鹿なんだよ。もう完全にもう騙されて、もういい意味で、いい意味で騙されたっていう、そんな感じ。いやいや、これはでも、これは騙されるよ。うん。確かに前から見たらか、ねえ。今回だからね、ちょっとめちゃくちゃ、どうなるんだろうって思ってたんですけどね。まあですがね、可愛い衣装には変わりないですよね。今回この奇声面っていう名前なのか。ナイスナイスナイス。と、この衣装なんですけど、めっちゃ可愛くてね。お、鹿すがる。よし、待ってこう。ちょっと前から見て、ちょっとせめて鹿に見えるようにやっていこう。はい。そこのね、名前の通りね、触手が規制されてるんですよ。見てください、これ。見てこのムンクの叫びみたいな。やばくないこれ。ムンクの叫びみたいなのがね、直接にくっついてるのに、ああ、鳥肌がすごい今。鳥肌がすごいわ今。やべ。鳥肌が半端ない。うわあ、やべ。やばすぎる。やばい、マジで鳥肌がやばい。鳥肌が。で、体にもね、このムンクの叫びみたいなのにね、規制されてるんですよ。これガチでなんかさ、規制されてるみたいじゃない？タコが。ああ、ガチで鳥肌立ってるわ。ね、夏なのに、夏もど真ん中なのに鳥肌が立ってしまえってね。大変ですけれども。やば。見てこれよ。もう、ムンクの叫びなのよ。で、ちょっとさ、あれをつけたい。映像で、なんか触手が見えるようにしたいんだよね。どれだろう？触手が見えるようにするの、これか？どれだ？よし、これ。あ、これ。これでどう？あー、見てて、いいね。これで円盤。てかね、これで見えるようになった。さ、前から見たら、チカちゃん。興味ない時期！あー、惜しい！興味ない時期！惜しかったね。いやー、でも、可愛いですね。紫の衣装。いや、めちゃくちゃ似合ってる。惜しくもなんか、これ、ヘビかな？胸になんかヘビが巻きついてるように見えるんだけど、これ、ヘビではなくた、タコ？いや、でもほんとすごいね。鳥肌注意。というところで、さあ、釣っていきましょう！いやー、いいね。そう、ね、僕のガチャ動画見てくださった方はね、わかると思うんですけど、僕ね、単発、今回のガチャでね、単発で2連続こいつで出たんですよ。やばすぎ。単発で SSR はマジでやばすぎって。ほんとやばすぎなんだけど。よ。やばいね。直射系やばいね。さあ、ここはいい。直射を狙っていく直射。あ、そっちじゃない。いいぜ。いや、ちょっと僕にとってかなり愛着の詰まったキャラになってます。いけ、直射。ナイス直射。いいよ。さあ、残り2台。さあ、釣っていく。後ろから見るとこれ何なんだろう、これ。これ何だろうね、悪魔みたい。なんか悪魔みたいな顔してますね。よし。さあ、救助狩りとかもちょっとしてみたいな。あ、いるね。さあ、これちょっとつけて、これつけて。よし、からの。よし、救助狩り！ナイス！やったー！でかっ！素晴らしい。で、それでこのムンクの叫びを、やっぱり、鳥肌、何度見ても鳥肌立つな、これ。よし。マジで何度見ても鳥肌もんですね、これはね。
さあ、炭鉱車、炭鉱車次で飛びだよ。炭鉱車倒したい、炭鉱車倒したい。いやー、うまいね、いい、いい連携だ、それは。いや、めちゃくちゃいい連携だ。さあ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 、炭鉱車を倒して。いやー、ちょっと、痛い。うわー、マジ、また。いや、めちゃくちゃ連携いいじゃん。ちょっとサバイバーさんたち、ちょっとうまいな。連携がいいね。さあ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 、これ倒しきれるか。どうだどうだ、いけるか。いや、でもこれ待って、これ降りてパスタ、かなり触手が、判定が多いから、判定からのからのからの、これで、ね、よし、ナイスナイス、触手ナイス、触手いいね。根元が見えなきゃ全然。あ、いや、この顔もやば。よく見たら顔もすごいね。なんか弾がすっごい、もう宇宙空間、ブラックホールみたいなね、顔をしてます。さあ、ちょっとでも仕掛け分を味わって。これは今のところ僕鹿になってますよ。今鹿の時間でも横から見るとこういう感じ。はい、さあどうしよっかな。まあ今立て直ししてるからね。あ、鹿のいいところ、さあ、この索敵で、おお、索敵で分かった。いや、鹿ちゃん強っ。おお、びっくりした、びっくり。そんな近くにいたんか、君たちそんな近くにいたんかい。すごいよね、あなた。いや、ちょっと待って、最初倒したいね。だから乗るか、乗るな、ない、乗ってない。よ。はい、からの、はい、直手で、当たった。ナイス、直手、判定でかっ。判定広い。いや、これ勝てるぞ。これはね、またいろんな携帯品と組み合わせても綺麗そう。この携帯品、めっちゃ綺麗。さあ、感謝は置く？置かない？さあ、索敵をしまして。いやー、ハスター強いなー。マジで強いなー。かっこいいし、強いし。やべ、ハスターちょっと、僕、ちょっとハマっちゃいそう。ちょっと楽しいか、このキャラクター。さあ。さあ、まずは、業種をつけまして。さあ、これで、もう逃げられないぞ。よーし、ナイス、つえー。でも、鳥肌、ムンクの叫びに鳥肌が止まらない。ナイス。ということで、皆さんも鳥肌がね、鳥肌だけ気をつけて、ぜひ使ってみてください。動画見てくれてありがとう。これからも第五人格の最新情報やプレイ動画をアップしていきますので、よかったらチャンネル登録お願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。